ニュースポスト7です。スポーツバーがピリつきました。ワールドカップカタール大会、日本代表は残念ながらベスト8には進めませんでしたが、グループリーグ第3戦では強豪スペインに逆転勝利する快挙を成し遂げました。スペイン戦の日、週刊ポスト記者は渋谷駅からほど近いスポーツバーで試合を観戦していました。店内には日本代表のことをほぼ知らないというナンパ目的とおぼしき大学生もごく少数混じっており、前半に日本が先制された後にはサッカー見ないで騒ぎたいだけなら帰れや、お前ら黙っとれと他の客に怒鳴られる場面もありました。ニュースポスト7。